マスクドコメディアンの覆面ラジオというわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ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 からの8888 88というわけでございますくさあ、えー、今回もですね質問箱の質問に答えていと思いますく今回の質問箱の質問はこちらですトンどん カラコンっててつけてみたいいでですすかというご質問ですありがとうございますええー、普段ね、あのー、コンタクトレンズはしてるんですけどもそうですねカラコンちょっと、えー、この覆面芸人になりたての頃にちょっとしようかなと、えー、ちょっとねメキシコ出身ということにしてるのでしてるのでっていうことはメキシコ出身なんで、えー、メキシコ人っぽい目の色の、えー、カラーコンタクトしようかなと思った時期がありまして、えー、この間ね あのー、お子さんが集まるイベントがありまして、えー、それ終わりましてマスクを取って、えー、控室から帰ろうとしたら、あのー、参加してた小学生のね女の子が2人組がいてて「あ素顔なんですよマスクどこめでやんや」って言って「えとっ?」っ僕も慌てて「ん何のこと?」って言った「いやマスクどこめでやんやろ」って言って「違うよ」って「れそれ?」って言って。 えだって目見たら分かるもん」って言われましてねあのー、まあ覆面は目と鼻と口が出てるので余計にそこがね目が、えー、インパクトがあるのかそれで覚えてたのかねいやそれでもね僕はもう違うよマスクどこ見てて誰って言って「いやマスクどこ見てやんやん」って言ってしつこく言ってきて「<laughs> やばいやばいと」とこのままやったらそのもう一人の女の子にも正体がバレてしまうとヒヤヒヤしてたらそのもう一人の女の子がねそれ分かってても 「知らんふりしてあげなあかんやつやで」って「それ言うたらかわいそうやで」知らんふりしてあげなあかんで」って言ってすごいね僕が恥ずかしかったですわそういう意味でもねあのやっぱりマスクをしてる時はカラコンして、えー、マスク外す時はカラコン外したら、まあ、若干ねその目の色が違う頃あれ子供にしたらねあれ いや,やっぱり違うんかとこの人じゃないなって思うんじゃないかと、えー、思いますので、ね、ちょっと早急にカラコンを買いに行こうかなと思っておりますくまあそんなん言いながらねたまたまた今度その子らにおったら「あれ今度はカラコンしてるやん」って言って「いやそれ分かってても雄太かわいそうないぜ」って言われるかも分かりませんけどね <laughs> はいというわけでね、えー、もしね、あのー、僕がマスクドコメディアンが 瞳の色が変わってても皆さんそっとしておいてくださいというわけで「マスク・ド・コメディアン」の覆面ラジオでした。ありがとうございます